大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、オールジャパンカップ全日本プロレスにゆかりのあるレスラー32名でトーナメント、いよいよ最終回8回目となります。現在ベスト4が出揃いました。ジャンボ鶴田、ジャイアント馬場、そしてタイガー戸口、川田俊明ということで、さあこの4名の中誰が優勝するのかということで、まずはジャンボ鶴田対ジャイアント馬場の試合からお届けします。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドのスチーム版、 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にああだこうだと実況をつけて遊んでいる動画です。架空ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあどうなるでしょうね。やっぱりまあ巷の噂、コメントをいろいろ皆さんからいただくのを見ていると、やはりジャイアント馬場が強いなということで、まあ一応ね、私の場合、まあ、公平にというかコメントではいやいや分かりませんよみたいなことを返しているんですけども、やっぱ強いですよね。これまでにいろいろなシリーズやったりしてますけども、ジャイアント馬場が負けるシーンってほんと少ないんですよね。まあその理由はジャイアント属性って言いますか、まあ、レスラーのスキルがジャイアント、そして返し技もジャイアントにしてますので、相手レスラーの技をほとんど返してしまう。特に持ち上げる系のね、パワーボムとかああいう組んでからの技を返してしまう。まあ悪い言い方すると受けないですよね。ので、あ、かっこいい言い方をすると受け流すとでも言った方がいいですかね。で、自分の攻撃をコツコツと積み重ねて相手にギブアップを言わせてしまうと。こういう STF とか、いわゆる長田ロック3ですかね、ああいう技で寝技に持ち込んでギブアップ勝利というのがジャイアント馬場の必勝パターンとなる。そして砂漠女王樋口さんとの相性もいいわけですよね。それをこのジャンボ鶴田の爆発力で師匠超えになるかということになるんですけどね。さあカウントが入りますが、これはまあ当然2、唯一そのジャイアント馬場が負けるとしたらやっぱりスタミナ切れかなと思うんですけどね。ジャイアント馬場は L サイズである G サイズかっていうことと、そのジャイアント属性のおかげでスタミナの消耗がかなり激しいはずなんですよね。だからこれが、おお出ましたね。これで今スタミナが、回復できずに動かない状態ですね。ここをジャンボ鶴田が攻め込めたらいいんですけども、これを回復されてしまうとかなり厳しいですよね。やっぱりジャンボ鶴田師匠は超えることができないのか。バックを取ってバックドロップを決める。おお、グランドヘッドロック、これもねギブアップ意外と取れるんで、もしかしたらがあるんですけども、そう簡単に。お、逆に走ってランニングネックブリーカーの、これはジャイアント馬場の必殺技ですね。カウント2ですが、まあこれで気力を奪うことができ、あー、ダブルアームスープス投げれない。多分馬場もかなりの体力は消耗してるはずなんですけども、それでも技が決まらないですよね。この辺は神がかってるんですよね。ちなみにこの、トーナメント今残り4名ですが、優勝したレスラーには何らかのタイトルにチャレンジということになっています。現在馬場は
IBO というシングルの、チャンピオン、ノーマルのチャンピオンですので、優勝した場合違うベルトに挑戦ということになりますし、またこの4人の中から別のレスラーが優勝した場合は、ババに再度挑戦ということになりますよね。タイガー、戸口、川田組の方があっちのブロックの方が勝ったらババが、あーでも厳しいな、でも勝てるのはもう鶴田だけかな。いやでも川田のね蹴りがもしかしたらババに有効なんじゃないかなと思ったりもするんですよね。さあ試合時間間もなく10分、コブラ拷問コブラ、こういうのでギブアップというのもあるんですけどね。ここも返しますね。やっぱり相当技が決まらないですね。こういう技でなんとかダメージを稼いでいかないといけない鶴田が苦戦。おお、ラリアットが、あとは逆エビ固めなんかで鶴田はギブアップを狙えいるんですけど、あーバックドロップも返される。鶴田ピンチですね。鶴田にはなすすべがない。おお、でもダブルスフレックスが決まった。しかしすぐに立ち上がるババ、厳しいな。おパワー、おっしゃ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 、やっぱりねババはちょっと強すぎるというところで、どうだこれで、いやーまだギブアップ耐える、ババは耐える。さあこれは鶴田ちょっとチャンスが、光明が見てきた。このチャンスを逃してしまうともう無理かもしれない。連続で攻める、どうだ。さあババはもうひたすら耐える、耐える、耐える、かーこれでどうだ。なかなかそう簡単にはギブアップをしない。鶴田も攻めますがババが返す。スリーカウント。先日あのもうすでに動画には上げてますけども、デストロイヤーさんの追悼企画として5番勝負を行い、そのラスト、5戦目はジャイアント馬場が相手を務めたんですけども、その時に多分あまりいい試合にはならなかったというのがありたのはありましたよね。ただまあそれでも結局ジャイアント馬場が勝ちましたから、試合としてはもう一つかもしれませんけど、やはり強いと、負けたくない、馬場としては負けられないという意味合いなのか。おお、でもジャンピングパイルが決まる。さあどうだ、これで再びバックを取るか。バックドロップが決まらない。逆に馬場が返す。さあ一進一退と言っていいのか、これどうなんでしょうね。首投げでジャンボ鶴田としてはバック、おおでもこれしつこくいってる、どうだ。うわー、まだじっくりとした、いやー逆にこういうので一発で決められるか。あー決まってしまった。いやーやっぱりジャイアント馬場はもう化け物ですねこれは。さあこれに勝てるのかな。まあこのままチャンピオンがそのまま優勝という形になるのか、試合時間15分34秒、ジャイアント STF ですね、ジャイアント馬場がジャンボ鶴田からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 69%。 さあこれで、決勝に1人決まりましたので、もう一方ですよね、タイガー戸口対川田俊明では行ってみましょうか。まあ四天王としては一人残ったので、四天王代表という意味では川田もこれ負けられないということになりますよね。逆にタイガー戸口としたら、かつて、ジャンボ鶴田とこう人気を二分して、二分というかジャンボじゃない、ジャンボ鶴田とタイガー戸口が、こう将来を有望されてたんですけども、このままで俺は鶴田には勝てないということで、
全日本を飛び出したはずですよね、タイガー・トグチとね。さあ、このタイガー・トグチが勝って馬場越えを果たすのか、いやそれか四天王として一時代を築いた川田利明が馬場に立ち向かうのか、まあどちらが出ても、なんていうんですかね、ちゃんと全日本プロレスにゆかりの深いレスラーが、決勝に上がるということで、ちょっとなんていうんですかね、ホッとしてると言ったらあれですけども、人選に今回はね、いろいろ悩んだで、あ、そうそう、あの試合の途中ではありますが、次期シリーズについてお話をちょっとしておきたいと思います。次期シリーズ、シックスメンタッグ、次期挑戦者決定トーナメントを、視聴者の方に、チームのエントリーを受け付けております。で、これを収録している時点でちょうど32チームとなっておりますので、もしなければもうこの32チームでちょうど、トーナメントの最大数なので、キリがいいから、締め切ろうかなと思ってます。ただまあ、あ、ジョーさん衝突。ただまあ、あのまだエントリーし忘れてたとか、最初に言ったこの、オールジャパンカップのシリーズで受け付けますという明言をしていましたので、もしエントリー忘れてるとかそういうの知らなかったとかっていう方おられたら、まだエントリーを受け付けますが、まあちょうど32でいいので、これでやろうかなと思っています。今さっきの発言は中途半端でしたね。まだ受け付けます。増えたら増えたで、あの数は合わせてなんとかしますので、よかったらエントリーしてください。なかったらこの32名に決めますという感じですかね。さあどうだ、おお、カウント 2.9 で、一応予定としては次期シリーズはこれを行うんですけども、一つリクエストをちょっと受けたりしているので、あとその準備のために、そんな準備時間かかるからもうこれでやっちゃおうか。そのリクエストをちょっとやろうかなと思ってたんですけども、それがニュージャパンとオールジャパンで、あ、じゃない、オールドジャパン、前回やった新日本プロレスの32名参加のトーナメントと、今回やった全日本プロレスの32名参加のトーナメントの優勝した、同士のレスラーで戦ってみるのはどうですかみたいな、こう意見というかいただきまして、あ、これ面白いなと思ってちょっと期待、考えてみました。まだやるかどうか決めてないんですけども、そんなことをちょっとしようかなと思ったりもしてたので、まあ、それを挟もうと思ったんですけども、まあそれはまたそれで今度でいいですかね。忘れそうですけども、はい、というわけで、まあ、次期シリーズそういうことをやりますというお話でしたね。あと、もうこの動画が上がってる時にはもう YouTube に上げてると思いますが、今回のアップデートとダウンロードコンテンツ、新日本プロレスジュニアヘビー級の、チャンピオンロードでしたっけ、を含む、ダウンロードコンテンツの、で追加された技ですね、それの紹介、動画はまた別に上げましたので、よかったらお昼12時といういつも上げてない時間に上げてみたんです。それで一体見られるんだろうかと、意外と見られたんで、じゃあ今後から別にお昼でもいいのかなと思ったりもしたということなんですけど、またそちらもね見ていただけたらと思います。さあ試合の方に集中していきましょう。どうだ、うわー、やっぱり2人とも3カウントを狙うだけでは簡単に勝てない。このねジャンピングハイキックとかがジャイアント馬場にもしかしたら効くんじゃないかと僕は思うんですよね。やっぱり蹴り、これがジャイアント馬場を倒す秘訣なのではないかと思うんですけども、なのでタイガー戸口が勝ち上がるとジャイアント馬場との相性はあまり良くないのではないかなと僕は思ってます、個人的にはね。
さあ11分が経過、川田が攻めます。まあ四天王がね次々と敗れる中、川田だけが、おお浴びせ切り。いやタイガー戸口もやっぱりタフ、すぐに起き上がってきて、タイガー戸口もなんか締め技があったはずなんですけども、パワーボムどうだ。さあジョンヒグちゃん見つめ叩くのか、いやーカウント 2.9。 さすがタイガー戸口、またの名をキムドク、キムドクっていう、あーこれはどうだ、決まったんじゃない、あーやっぱ決まったか、あーまあここはオールドファンにはたまらないでしょうね。まあ川田ももう攻め入れるだけの攻めは全部やったけどもというところ、ストレッチプラムが出ていればというのはありますけどね、試合時間12分18秒コブラツイストでタイガー戸口が川田俊明からギブアップを奪った試合でした。試合評価は 91% でした。さあというわけでついに全てのレスラーじゃないや、全てじゃない、全ての試合じゃないですね、いよいよ決勝戦となります、こちらのブロック、初戦で宮本和志を下し、次健太を下し、そして丸藤じゃない、じゃあ間違えた、あれこれジャンボ鶴田、すいませんババ、これですね、初戦で秋山を下し、そして大森を下し、で、じゃん、じゃあ、三沢に勝って、で、ジャンボ鶴田にも勝ってというジャイアント馬場と、川田は初戦アニマル浜口、そして、冬木行動、そこから小川義成でタイガー戸口に勝ったと。いや、川田は負けたんや。ごめんなさい。何言ってんや。タイガー戸口は、ま、こっちですね。天竜源一郎に勝ち、田上明に勝ち、和島に勝ち、で、川田に勝ち。ごめんなさい。で、いうことですね。だタイガー戸口としては、別にその相手に恵まれたとか、いうことはないということですね。さあ、じゃあ行きましょう。いよいよ、決勝戦。ジャイアント馬場対タイガー戸口。どちらが勝つか。行きましょう。そして僕は、タイトルマッチどうするかを考えないといけないと、はい、もしかしたらあっさり終わるかもしれないので目が離せないということですね。あとは返し技に関しては、あの起きて破りがこうどちらかに出てそれで技を決めれるとかねいうのはあるかもしれません。個人的にはこのタイガー戸口がこう見た目といい昔のプロレスラーあんこ型っていうんですかね、体のごつい感じのお腹の方が出ているタイプの鍛え方ですよね。まあこれはでももともと相撲取りの体型から来てるのかもしれませんね。今こういう体型してるレスラーってやっぱりだんだん少なくなってきて、まあそれは悪いことではないんです、いいことでもない悪いことでもないんですけど、なんとなく時代が流れてるんだなと思いますね。先ほど言ってたこのダウンロードコンテンツとアップデートで追加された技結構な数あったんですけども、ちゃんと数えてないけど25個ぐらいあるんですけども、半分ぐらいやっぱり最近の技、半分もっとかですよね。まあファイプロにもそういう流れが来てるのかと思いつつ、でもまあ古い技もシンプルな技が追加されてたりするので、まあ、ファイプロはまだ大丈夫かなみたいなことも思いますけどね。おタイガー戸口が攻めて、にゃーやっぱここだな。タイガー戸口の必殺技は変形式のツームストーンパイルドライバーだったはずです。のであれが決められないと多分よっぽど手数が決まらないと馬場には勝てないんじゃないかと思いますが、さあどうだ。
これ、もしタイガー戸口が、勝った場合、トーナメントの優勝はタイガー戸口で、そのままタイトルマッチに移動しますので、タイトルマッチをやはりタイガー戸口対ジャンイアンとババでやることになりますので、前回のオールドジャパンカップでも申し上げましたが、同じ試合をまたするのかって思われるかもしれませんが、それはでもね、トーナメントとタイトルマッチはまた別ということで、ご理解いただけたらなと思います。個人的にはもう一回ちゃんとした状態、お互い体力が余裕がある状態からのスタートっていう試合も見てみたいですよね。でも最初にタイガー戸口がババのキック、フロントキックを食らった時にまだ倒れなかったので、そんなにもうフラフラ状態。おお、決めたぞ必殺技を。おお、カウント 2.9。 さあ、いきなりタイガー戸口がジャイアントババを追い詰めた。試合時間はまだ7分、間もなく7分というところですが、ババがいきなりピンチ。これで、うわー、でもフロントキックで倒される。こういうところがこう試合運びが冷静というか、ジャイアントババのうまさが光るかもしれません。さあ、ここで逆水平の前に一発アピールを入れておいてというところだ。さあ、逆エビ固めで攻めますが、タイガーと、あー、やっぱりさっきのペースを握ったのが一気になんかこう馬場にペースを握り返される。さあ、走ってランニングネックブリーカードロップが決まる。これでカバー、タイガー戸口返せるか。うーん、カウント 2.9。 これでもう一進一退の攻防ですが、ブレンバスターじゃない、ボディスラムでしたね。さあ、2ドロップ、こういう荒っぽい技がいいですよね、似合いますよね。さあ、逆エビ固めで、先ほどもジャンボ鶴田は馬場に対して逆エビ固めとか決めてたんですけども、やっぱりギブアップしないですからね。さあ、リング中央でキャメルクラッチ。さあ、馬場がピンチ、手かつ、おー、これまで決めてしまう。おー、馬場を振り回す。さあ、カバーに入る、どうだ。うわー、カウントに2っていうことはまだ余裕があるか。さあ、ロープに投げてショルダースルーからの、おっ、2ドロップスルーしたぞ。これはバグだ、ドーン。これは、これは何か、これはもしかしたらこのシーンが原因でタイガー戸口が負けてしまうかもしれない。今あの走ったのは多分スタミナを消費していることにはなるでしょう。見ている側としては面白いんですが、やってる方としてはこれは良くない。もうお互いかなり疲労してるはずだ。よー、これはジャイアント馬場の技をタイガー戸口が今返したというシーンですね。微妙に仁王立ちするジャイアント。あー、これもう決まってしまう。あと怖いのは KO か、どうだ、返せるか。よー、カウント 2.9。 上樋口じゃなかったらというところですが、小村ツイスト。さあ、タイガー戸口が一気に追われる側になったか。もう挙手一投、一投足、一投足、いや違う、わからん、見逃せなくなってきましたね。さあ、お、タイガー戸口がリング中央に戻して、バックは取らずに離れたところからエルボーで逆エビ固め。どうだ、ギブアップの声が聞こえるか。ババがギブアップするシーンは本当に珍しい。うわー、逆水平、当たったのはババの方、カバーに行きます。これは返すでしょう、カウント2ね、返しますが、繰り返してのカバーは当然気力を奪われるはず。さあ、バックの取り合い、お、バックドロップ返される。さあ、再びバック、うー、コーナーに、あー、16問、いや、タイガー戸口が返す。技でも一つだけだとちょっと決まらない、3カウントは余計入りにくい。返されますよね、これはね。さあ、タイガー戸口がシンプルな技でギブアップを狙うことができれば、その時ここまで
勝ってきたジャイアント馬場が初めて負けるかもしれない。さあエルボーを決めてボディスラム、ボディスラムで投げれるということは技が決まるはず。バックを取ってバックドロップ、投げれない。逆にアトミックドロップを決められるからの腕しぎで、いやー決まってしまうんだな。これがいやー強い、アトミックドロップで、落としておいて、腕しぎかよとかっていうのはね、いろいろ意見はあるかもしれませんが、いやー強いなー。というわけでね、まあまあ、試合時間15分4秒、腕しぎ逆十字固めでジャイアント馬場がタイガー戸口からギブアップを奪い、そして優勝を決めたということでしたね。試合評価は 84%。 声が枯れてきた。さあビクトリーということで、で、まあ、優勝したレスラーにはタイトルマッチに挑戦できるということをね、一応お話ししてきまして、残り1試合、さあ誰にしようかといろいろ考えたんですけども、決めましたので、一旦カットさせていただいてタイトルマッチの画面に移りたいと思います。はい、というわけで、オールジャパンカップ優勝のジャイアント馬場が挑戦するタイトルはこちらになります。金網デスマッチ、現在チャンピオンはジェイソン・ザ・テリブルということで、まあ、なぜ金網かっていうのは、金網が一番ノーマルに近いルールだという判断を僕の中でしてみました。もちろん、バラセン・ハッパデスマッチだとかで、何だっけ、場外に爆弾が仕掛けている弾劾爆弾デスマッチですね、というのもあって、そちらもいいんですけど、馬場さんはそっちはちょっとなーとかって思って、で金網デスマッチで、ルール設定がこちらになりますね、決着方法については3カウント、脱出というのがあるんですけど、僕があんまりこれが好きじゃないので、3カウントにしています。で、時間無制限一本勝負、そして設置狂気数、これを、0にしています。ただしロープチェックはオフ、で反則カウントはオフ、こんなもんですかね、はい。まあ、これならノーマルの試合に近い、ただ、ロープエスケープとかできないというルールで、一応デスマッチという名を取ってますが、馬場さんでも別におかしくないと。でジャイアント馬場さん、実は金網タッグの、タイトルも持ってるんですね。金網タッグ、金網デスマッチタッグベルトですね、相方はアンドレ・ザ・ジャイアント、なので IBO のタイトルと、この金網のタッグのタイトルと、これを取れば三冠王になるということで、そういう意味を持つ試合でもあるということですね。果たして金網の中でジャイアント馬場はやっぱり強いのかということを刮目しましょう。ではタイトルマッチ試合開、大丈夫ですね、心配性なんで、開始です。これで試合スピードが800とかだったら笑いますからね。さあ金網での戦いです。あ、今全く別ですけども、コメントが届きました。前回新しい技をアップデートで入った技を、紹介する動画を作りましたっていう中で、D の悪夢っていう技があったんですけど、これ誰の技でしょうねって言って、僕あんまりちゃんと調べずに勉強せずに話しかけてたら、コメントであれは確か高橋宏夢選手の技ですねっていう風に、ゼラチン麦茶さんかな、ありがとうございます、教えていただきました。はい、そう言われればそうかな、なんかその今更ながらありがとうございます、皆さんの本当にコメントで助かっております。また何かあればいつでもコメントをよろしくお願いします。さあというわけで試合の方に、集中していきましょうかね。まあ金網デスマッチについてはほぼノーマルルールと同じ
で、ギブアップ、あと反則カウントが、ギブアップじゃない、ロープチェックですね、がないので、そう考えたらどうかな。あとは流血、ジェイソンがババを流血させることができれば当然有利ということですね。で、あとはジェイソン・ザ・テリブルも、僕が一番最初に作った実在系レスラーっていうんですかね、ファイプロをやり始めて、ファイプロワールドを遊び始めて一番最初に作ったのは自らの化身であるマスクロ西岡なんですよね。で、その次に、実在系レスラーを作っていこうとなった時にジェイソン・ザ・テリブルを僕は作りました。で、なぜ最初に作ったかというと単純に僕が好きだからです、ジェイソンがね。で、そのジェイソンが、使う技はかなり最初の頃なんで思いつきというか適当にやってます。で、実はジェイソン・ザ・テリブル、この、WMW のジェイソンですねは腕を攻めるのが得意なレスラーなんですね。ラフな殺法を、ラフ殺法を得意とするだけでなく腕もちゃんと取っていくと。もちろん脇固めとかああいうテクニカルな技じゃなくてこういう荒っぽいですね、これがラフ、この辺ですよね、ラフ系のパラメーターを使用するので、そういう意味では別に、なんていうんですかね、おかしくないというか理にかなってると言ったんかなっていう意味では強いんですけどね。というわけで相手レスラーの腕を破壊するのが得意なジェイソンなんですけども、それが馬場に通用するかどうかなんですよね。だから金網デスマッチなんですけども、意外とギブアップできっちりと試合が決まるかもしれない。あとレフェリーについては、公式戦なのでタイトルマッチになるので、城樋口さんではなく和田恭平さんにしています。これがもしかするとどう影響するかですね。3カウントでも技がギブアップじゃないや、3カウントが決まるかもしれない。さあこれですね、これ片翼の悪じゃは片翼のじゃじゃ片腕の悪魔でしたっけねという技の名前、また忘れそうになったんで、あれ何やったっけ、覚えている方またよかったらコメントください。ファンの皆様、まあ視聴者の方に、技の名前の募集をしたんですけども、必殺技として設定して名前を変えることができるんですけども、タイトルを持ってるレスラーはそこで技の名前を変えてセーブをするとデータが、タイトルを持ってるというデータが消えてしまうのでできなかったんですね。で、この間でもちょっと間違えて一瞬消して慌てて戻したからまたできなくなってしまうという、パニックになると弱いなというのがある状態です。なのでそれで、わあ、これで腕を、さあ馬場の腕を殺すことができるか、そしてギブアップを奪うことができるか。でもジャイアント馬場もね、関節技とかすごい強いはずなんですよね。さあ10分経過、今もね、ジェイソンの方が先にスタミナ切れの状態になる、これはまずい。さあ馬場、これはチャンス、ジェイソンのスタミナ切れ、ここで攻めることができるか。いや、ババも多分スタミナ切れ、両方がスタミナ切れになるというのは、グダグダな試合になりがちです。それをなんとか避けたいんですけども、さあカバー、和田恭平さんのカウントスピードは当然普通なので3カウントも十分入るはずですね。さあジェイソンがなんとか呼吸を整えて攻める、まあ狂気攻撃とかが出ないのでなかなかこう流血させるまでには至らないですね。いやー、でも腕を取っていきます。さあ馬場としてはこの腕取り地獄からなんとか逃れつつギブ
ップアップを、まあ、でもジェイソンもタフなんですよね、とにかくね。さあ STF、 ババのお株を奪うような STF で、ああキックが決まる。これでジェイソンがやっぱり倒れていきますよね。ここで流血させることができるとジェイソンかなり有利なんですけども、さあどうだ、カウント 2.9。 このねジェイソンはここからが粘りがすごいはず。うわー、しかしギブアップを迫られると厳しいか。移動してもロープブレイクはありません。いやー腕を取っていく。そしてここ腕固めていきますね。これです。くしくもこの技はアントニオ猪木が得意とした技ですので、猪木の亡霊と戦っていると言っても過言ではないかもしれません。さあジャイアント馬場、まあね、一番いいのはその前回行ったオールドジャパンカップでアントニオ猪木が優勝して、ジャイアント馬場が今回みたいに優勝して、その2人が相まみえるというのも面白かったんですけども、1回戦であっさり猪木が負けるという、なかなかうまくいかないですねということなんですけど、かきむしったけども、いやー馬場が倒れない。今ロープに投げて、トーキックを決めたんですけども、そう簡単にはやっぱり馬場が倒れてくれないというところですね。さあ試合時間まもなく16分。じゃあジェイソンがちょっとスタミナ切れ、苦しくなってきましたが、ここで大技を決めるパワーボムホイップ。さあこれで馬場ちょっと動きが止まるか。いやーそうでもない、すぐに起き上がりましたね。で、ああこれも決まらない。さあ馬場の腕がちょっと落ちてきたので、ジェイソンの腕攻めは効いているはず。それをそのまま活かせるかどうか、厳しい。さあカバー、ジェイソン返せるか。まだ大丈夫ですね。カウント2、試合時間17分経過。さあ走って、あこれもかわされるか。さあジャイアント馬場としてはスタミナを整えて、おジェイソン走ったら大、あスタミナコーナーチョップで倒される。あこれはやばい、ギブアップするかもしれない。うおまだ耐える。ジェイソンも粘ります。もうどちらかが諦めた方が負けと言ってもいいかもしれません。そしてこれで、いやー追撃に行けない。さあもう一度起こしてバックを取って、おおいいですね。とにかく数、手数で攻めていくことができればジェイソンにもチャンスはある。これね馬場がね足が遅すぎてタイミングが合わなくて技が決まらないというところなんですけども、まだジェイソンも耐える。さあ間もなく20分というところ。おおお勘抜き、こうやって腕を、とにかく腕を、さあ馬場が腕を押さえてゴロゴロ転がる姿が見れるのか。スタミナ切れ、まだでも腕の体力は多分残ってるはず、耐久度がね。この位置でのカバーはレフェリーが近寄ってくれません。さあ20分経過、もう完全に耐久持久戦というんですかね。さあここで大技が何か決めれるか、ラリアット、おおハンマーパンチいいですね。そこからもう一つ続ければチャンスが広がるような気がするんですけども、さあ冷静に移動させてバックを取って、ああ返される、河津掛け河津落とし。さあ派手な展開はないですが、あーこれも返される。とにかく技が決まらないと厳しいです。おおブレインバスターを決める。この位置でも十分ギブアップを奪えたり3カウントを奪えますからね。ロープチェックはありません。ラリアットで襲いかかる。さあバックを取る、いや腕を取りに行かない、この時になって腕を取らない。さあジェイ、あー腕を取らないジェイソン、なぜ。さあババが息を吹き返したか。カバーどうだ、ジェイソン返せるか。うーんまだ大丈夫。ああ腕を取った、どうだこれで。さあババの腕の耐久度はかなり低くなっているはず。
まだでもまっすぐにならない。パワーボムがやっぱりそう簡単には決まりませんね。さあどうだ、うー 2.9。 ジェイソンも粘る。よし、このパターンはいいぞ。腕を取ってババがギブアップを言うのか。あ、腕が伸びましたね。うー、これも勘抜き。これも腕を痛める技。さあババが次倒れた時腕を押さえてゴロゴロすれば耐久度はゼロ。カウントは2。もう今は腕を狙った方がいいでしょう。ボディスラムが決まる。さあ腕を取るか。ババはでも他に今ジェイソンからギブアップを取れる動きが何かできていないですもんね。全然ね、完全に。お、逆に腕を取ったのはババ。いやー、やっぱり、いやー、この関節技で一気に決めるの何これ。完全にペースはジェイソンだと思われましたが、最後逆に腕を取って見せたのがジャイアントババでしたね。試合時間24分10 20秒、腕式逆十字固めでジャイアントババがジェイソン・ザ・テリブルからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 93%。 これで王座戴冠。まあユーザーはこれはなしということでね。いやー、ということで、いよいよこれでね、本当に全て終わりました。じゃあ最後は一応タイトルを見ながら、タイトルの閲覧ですね。現在 IBO のチャンピオン、6代目王者ですね、ジャイアント馬場が、今回も、まあタイトルは今回かけてないですけども、まあ優勝して、そして新たに、金網デスマッチ、これですね。あー、ジェイソンがついに負ける。ジャイアント馬場が4代目王者。まあ、これね、あの、2代目と3代目がちょっと一緒になってるのは、ミスがあったからですね。で、もう一つ、ジャイアント馬場の持つタイトル、金網デスマッチタッグベルトですね。これも、2代目王者アンドレとジャイアント馬場が、現在ベルトを巻いてるということなので、一応ちょっと見ときましょうか。ジャイアント馬場がベルトを3本巻いてるというか、表示されてる姿を見て、あれ違う、お別れとしましょうか。いやー、やっぱジャイアント馬場は強いなー。あれ、どういったっけ。はい、これですね。はい、というわけで、世界の巨人がベルトを3本目を巻いたということで、今回は、終わりとなりました。で、次期シリーズについては、シックスメンのベルトですね。やっぱそっち見ておきましょうか。の、IWGP じゃなく、これですね。初代王者のドキドキさん。これも、トーナメントで、勝ち上がった。ドキドキさんの選んだチームが、はやぶさとポーゴとグラジでしたっけね。違ったらごめんなさい。で、次期シリーズについてはこのベルトへの挑戦権をかけた、32名、現在32名なので、まあ何名になるか、もうちょっと増えるかな、増えなかったら32名でトーナメントを行います。で、今一応考えてるのは、32名のトーナメントを一発でやると、全31試合、タイトルマッチまで入れて32試合、1日4試合行った場合、8日間で終わってしまうので、1回戦で勝った組と負けた組、だから敗者復活をできるように、今ちょっと調整しております。なので、1回、負けたらそこで終わりとはならないで、一回負けてももう一度チャンスがあるというふうに考えておりますので、まあ一回戦で負けてもう終わりとはならずに、長く
ちょっとでも長く見ていただけるようになるのではないかということでやってみたいと思いますので、次期シリーズこうご期待というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございます。またね、次期シリーズもよかったら見ていただき、あと団体運営モードとか他の動画もありますので、よかったらそれも見ていただけたらと思います。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。